ついちゃうんだThank you.
さあ、皆さん、夏もこのインタープレーの問題行動戦に出ていただきました。問題行動トリオ三本木散歩です。ね、はい、こちら三本木交差普及委員会の皆様です。こんにちは、三本木交差普及委員会のメンバーです。今年1年、三本木交差を踊る機会がありませんでした。そしてとんでもないこと、とんでもないこと、とんでもないこと、まあ当たってるね。散歩していきましょう。じゃあ、今から散歩たまに三本木交差演奏したら、はい、踊ってください、はい、まあ、ずっとはやりませんから、はい、たまに、うん、でまあ、散歩といっても、まあ、野村君、はい、せっかくなんかこの富山十和田美術館には、はい、なんか街な、あの人がなんか寂しそうな顔してる。ああ、そう、なんで来ないの。ね、散歩といえば、ね、散歩といえば、うん、はい、もう散歩といえばね、この十和田の美術館で街ガイドをしている、今からちょっとご紹介したいと思いますけども、陽子先生、ちょっとお越しください。はい、はい、じゃあこちら、はい、はい、はい、ね、ま、街中ガイド、この美術館の、はい、ま、ボランティアスタッフでやられてるって聞いてたんですけど、はい、今日せっかくなんでね、はい、もう最近このコロナでなかなか、いやー、ここ何年かやってないです。やってない、はい、はい、だからガイドできるかな、ガイドできるかな。でもガイドしてほしいですね、皆さんね。はい、はい、じゃあ行きましょうか。行きましょうか。行きましょう。はい。じゃあどちらに。うん、そうしましたら、うん、この環状街通りのところを、はいはい、お話しながら、はい、行きましょう。はい。じゃあ皆さん集まってもらう。はい。はい、じゃあ皆さんこちらに集合してください。ここの先の方に信号がありますよね。はいはい。信号。あそこが実は、はい、さっきこの先に信号がありますよねと、はいはい、かなさんが答えてくれたみたいに、ここ群馬補充部があったんです。群馬補充部、群馬補充部って知ってます？ここですか、群馬補充部。 この辺で、はい、向こうまで、うん、でそこの信号が、信号が門、あそこが門、群馬補充部の門だって。でこのここ馬がいっぱいいたってことですか。待ってください。野村君ちょっと静かに、静かに、はい、ここが門で、はい、入ります、はい、歩き歩き歩きで、歩き歩き歩き、市役所とか、はい、中央病院とかある、うん、あの辺りに本部があります、うん、あ、本部が、その 軍部の、群馬の、うん、はい、群馬、日本でね、8カ所ぐらい群馬補充部あったんです、うん、でその中でこの三本木の群馬補充部が一番大きいです。一番、あ、明治18年かな、うん、言ったんですけど、はい、でも戦争がね、終わりつつあったので、うん、あった、もう昭和19年あたりに群馬補充部なくなりました。なくなった。で、うん、ずっと向こう、それからこっち側、こっち側全部群馬補充部の土地だったんです。もうすぐ門に近づきますね。ねえ、はい、はい、じゃあまた皆さん、陽子先生が何か、桜と松並木は、これは群馬補充部があった当時、桜と松並木は一緒に移動したかもしれませんが、はい、とりあえずその当時 の松と桜になってます、はい、あ、これはもうその当時からの桜と松、ね、ああ、はいはいはい、なるほど、ね、そう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 、はい、キツネの跡がこれ何ですか、この形は何ですか。
回のことがございまして、清潔です。で、じゃあこの上に格好なんかいっぱいあるんですけど、何でしょうか。そう、環境ガイド、それはね、何でしょうね。今もうないものです。わかりません。はい。で、皆さんね、はい、じゃあここでちょっとね、はい、あのコロナとかで、うん、でなかなか出なくて運動不足だと思うので、うん、はい、ちょっと指の、指の運動しましょう。指の運動しましょう。うん、いいですか。はい。運動しましょう。一緒に。はい。実は私幼稚園の先生してたんです。先生だったの。幼稚園の先生。今からみんな園児ですか。はい、園児。もうさっきからずっと園児扱いでしたね。あ、すいません、ずっと園児扱いしてました。はい、いいですか。はい、はい、じゃあパーを出してください。はい、いいですか。パーですよ。はい、じゃあね、グーチョキパーの歌。はい、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう、はい、右手はパー、パー、右手はパー、パーで、左手も左パー、パーで、ぐるっとひっくり返して、さあここで何でしょう。ちょうちょうさん、ちょうちょうさん、これをね、お指ぴったりくっつけると、うん、鳥さん、鳥さん、鳥、あ、鳩、鳩、鳩。はい、また。はい、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう、右手はチョキで、左手はグーで、とか。カタツムリ、カタツムリ、カタツムリ、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう、右手はチョキで、左手はチョキで、カニ、はい、はい、カニさん、カニさん。じゃあ皆さん、その手は後ろ。あれ、車両さんと私が残っちゃいました。カニさん、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 せっかくなので散歩しませんか。カニさん、散歩しましょう。はい、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 じゃあ散歩いきますよ。じゃあ環状街通りの散歩です。どこだろうね。ちょっと、もうちょっと、もうちょっとゆっくり歩いて。はい、慌てます。もう一回行きます。戻りましょうか。なんでちょっとここでもう疲れた、疲れた、飛んじゃおうか。さて、ちょっと馬のひづめ、そんなに横先生早く行かなくても、せっかくなんで、ああ、いいです、ランデブーします。ランデブー、そんな全部僕を演者扱いしないで。
これそういえばこれまた馬の、はい、これね馬の蹄。あ、カニさんここでストップ。カニさんストップ、ストップ。この馬の蹄は、はい、そこの交番前からずっと続いていて、途中で横断して図書館まで行くと、そこに馬たちが待っています。待ってる。そこまで馬の蹄があるから、うん、東京人。後で言ってみてね。東京人。じゃあここからもう一つ作品を紹介したいと思います。うん、次。はい、行きましょう。行きましょう。馬蹄は美術館ができる前からありました。なのであそこの地図を見てみますと美術館のがありません。あの専売校舎の空き地になってますので、はいはい、後で覗いてみてください、うんうん、ここかって感じ、はい、でさてこれがこれが美術館ができてからのストリートファニチャーって言って、あの歩道とかね、商店街とかに椅子になるように。あ、椅子になるように。あ、ここ座るのね、こうやって。あ、なるほど。何だと思います？分かんないよね、うん、それをさ今からさっきあの指の体操しました。はいはいはい。で、うんうん、あと何の体操しようか。何します？指以外で首、うん、足、はい、足の体操して。足体操で、うん、実は、うん、ここね蹄がこういっぱい隠れてるんです。こうね、はいはい、この蹄に沿って、はい、皆さん落ち葉を足で、うん、あ、こうやってね、こうやって集める爪のあるところに爪のある集める。はい、じゃあみんなですよ。はい、あっちの方からいっぱい、はい、爪のあるところに落ち葉を集めると何か何かなんですかね。はい、なんだ。じゃあちょっとみんなで綺麗に集めなきゃダメね、これね。もう爪のないところは落ち葉なしに。はいはい、はいはい、ここだよ。ここにこれ、はいはい、これでよし。なんか見えてきた。なんか見えてきた。バートだね。バートだね。何見えるでしょう。今だと思う人。手あげてない人はいない。あ、うま。だって目ですよ、はい、ここ馬街道なので、はい、この蹄も美術館ができる前からありました、はい、ではじゃあ馬と、はい、馬といえば横先生、馬といえばもう一つ忘れちゃいけないの。馬地、これを馬地、これ何、馬地、はい、これわかる人。みんな知ってんだね、やっぱ十和田の人。はい、十和田市を PR するために、うん、この被り物をかぶって、これが馬の顔なんですけれども、はいはい、それをかぶって PR をしているっていう。PR をすると、あ、馬になったんだね。ということで、はい、この馬人を、うん、馬人を、制作してくれた方は、はい、安西勝さんって言いまして。安西勝さん、本来はイラストレーターであって、イラストレーター、十和田でも仕事ができるってことで、はい、十和田に住んでくださってる貴重な方です、はい、なるほど、はい、市民で、市民で、その方が考案してくださって、で、何ですか、賞をいただいたのが、グッドデザイン、グッドデザイン賞をいただきました。いただきました、はい、この馬人は、はい、東京にも出没しております。お、あと飲み屋街にも出没したり、はい、いろんなところで馬人さんが活躍しています。はい、十和田の秋祭りでも、はい、馬人の行列をしてみたりとか、はい、ということなんですけど、なんかちょっと待ってください、うん、ちょっと待って、はい、なんかあっちなんですか。あ、じゃあなんかせっかくなんで行きましょう。はい、行きましょう。
安西さんです。安西さんです。なんかちょっともしこの馬事についてコメント一言あれば。はい、はい、地域、人と人をつなぐ、地域と地域をつなぐ、世界を平和にするコミュニケーションツール馬人と申します。でもう 10年ぐらい企画活動しているので、ご存知の方も多いと思うんですが、コロナでちょっとなかなか活動もできない中、これからまた世界平和を目指して頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまた進んでいきましょうか。じゃあ皆さん、誰かに見させてみようか。あ、じゃあ。スリッパのままお上がりください。
ですよ。
松本恵美子さんです。じゃあちょっと、はい、ちょっと、はい、せっかくなので皆さん、ね、ずっと外だったと思うのでちょっと お茶でも温まって、後半はこの室内で。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。おー、
坂本さんです。夏我々問題行動トリオが宿でお世話になりました。もう本当に 今のねこのすだれをやってるというのを聞いてぜひ教えてもらいたいなって言ったら、まあじゃあ今日あれは僕のためにわざわざ作ってくれたんですね。いや本当にありがたい。 また今度ゆっくりとよしお世話です。ありがとうございました。大した話じゃないんですけどね、十和田に来る前に今熊本に住んでいるのですけれども、愛知県豊橋に行きそこでホテルに泊まり、次は滋賀県でプロジェクトがあって滋賀県のホテルに泊まって、その次東京でプロジェクトが東京で泊まって水戸でコンサートがあって水戸で泊まってって言って、まあホテル暮らしが続いた後にこの辺りに着いたんですね。でそれで何があるかというと洗濯物が溜まっていくで、とりあえず明日履く靴下がないということがあります。靴下乾かないんです。今も乾いてますからちょっとまた湿らすとこからですね、靴下が、湿ってしまうわけです。大体こんな洗濯するとですね、こう洗濯して、まあ、洗濯機に入れますと、靴下が濡れてしまうわけです。で、まあ、困って、ドライヤーで乾かす。まあ、そういうことをしてたんですけど、まあ、これなかなか靴下が踊っているのか僕が踊っているのかなかなか面白いなと思いまして、今日はドライヤーダンスをやってみようと思いますが、いろいろ振り付け家のジャレオさんさんもいますので途中でアドバイスをいただきながらドライヤーダンスをお届けしたいと思います。こんな感じです。もっと一箇所ゆっくりやったほうがいい。はい。そんなやったら多分もっと一箇所ゆっくり。ちょっとね、こんなね。ちょっとゆっくりしていきます。またこうしたらこんな感じですか。なんか動きが少ない。もっと動かない。
だいぶあのドライヤーになったね野村君が、うん、だいぶ吹かせたと思いますよ、うん、なかなか乾かないですねじゃあこれぐらいにこれぐらいにしましょうか今日は、はい、これすごいんですよねなんか、うん、ちょっと今度は皆さんに参加していただけたらなと思いまして、そうですね、一遍ちょっとどうしようかな、手拍子で自由に叩くのをちょっと、じゃあワン、ツー、スリー、フォーってカウントしたら自由に叩くようなのやってもらってもいいでしょうか、ちょっと、はい、ちょっとまあ、あのやりたくなかったら無理やらなくていいので、はい、じゃあ行きます、じゃあ1、あ2、ワー、ガー、ファー。はい、素晴らしい。イントネーションの1、2、3、4、2、ワー、ガー、ファーなので、じゃあ手拍子もう一度、2、ワー、ガー、ファー。手拍子を今度は、お茶の茶、手拍子するから茶と言ってください。 To は ガッパのリズムに合わせてどこでもいいので茶を、じゃあ To は ガッパ茶茶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 。これ手拍子と手拍子が来るのか茶が来るのかどっちかの合図分かる方がいいですよね、うん、じゃあ「トゥーワーガーパー」は手拍子で「チャッチャッチャッチャ」でチャリ、はい、じゃあいきます。チャッ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 Thank you.
ャチ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 ャ
あの僕のこと知ってると。はい。ね。その、はい、そのあのそのちょっと経緯をちょっとよかったら。はい。トリオが十和田に来るんだってっていう話を、うん、母にしたんですよね。母にした。そしたらなんか母が、あ、ジャレオさん知ってるよって言って、で、あ、そうなの、なんでっていう話になって、そしたら母の大学時代の先生のお家でなんかチークダンスバー、あ、お家じゃなくてね、ナンバ南ってナンバの、あ、お家ナンバのバーで、はいはいはい、バーです、バー貸し切って、なるほど、でそうそう、でお誕生日祝いかなんかですね、多分上島圭司さんのお誕生日祝いです、そうですね、はい、お誕生日祝いかなんかチークダンスパーティーがあったんだよ、チークダンス、チークダンスはもうだいぶねで、その時に母はそこにいなかったけどジャレオさんがいらっしゃってて、うん、それはそれは大人気だと、女性陣から、あ、そういう話を聞いて、あ、なるほど、ダンス上手な方なのねっていう話で、ね、そう、ジャレオさんを存じ上げてたんですね。ね、でまあせっかくなんで、まあ、チークダンスね、横先生、もうすでに今受けてましたけどチークダンスやったことありますか？ない。ない。あのチークダンスをね、じゃあやりましょうかって言ったけど、今この時代ですから、ちょっとまあなかなか密になれないんでね。ディスタンスが大事。ディスタンスが。でも昨日ね、ちなみにすごいやったらちょっとだね。なんか違った。なんか違った。違った。なんか違う。なんでしょうね。うん。でも動きが見えない、あ、こう密着すると正解なのか分からん、いや、チークダンスやったことがないからなんですけど、うん、そうですね、なんかやっぱディスタンスを取っていく、ディスタンスを取って、でなのでちょっとまあディスタンスを取ったチークダンスを、なるほどなるほどいや、ね、もう十和田の人みんな反応面白いな、あの やってみましょうかはい、じゃあまず距離から、距離からね、うん、これはちょっと近いような気がします、あ、違うまだ近いような気がします。まだ近い。でもうちょっと離れようか。あ、ちょっと遠いかもしれない。これは遠い。一歩ずつ、はい、でサムエちゃん止まってて、僕が近づいていきますよ、ね、はいはい、これぐらいで、もうちょっとこんなもん、あそこですね、ここあそこです、はい、じゃこれでこれでまあじゃあ、チークダンスって一応肩と腰に、はい、腰ね、腰の高さ、肩かな、腰、もうちょっとこれ、こんなもんかな、なんとなくこの、うん、じゃあこれで、はい、じゃあ僕が一応リードして、
ってくればいい。じゃあ距離から。肩と腰に手を当てて。町の方々と、ね、いろいろなセッションをしてきたんですけども、ずっといろんなセッションして問題行動トリオだけで何もやってへんやないかっていう、ツッコミが入りそうなので、まあ、皆さんといろいろやったことをこう振り返りながら、3人でのセッションをやって終わりたいと思います。はい、松本茶舗行っても馬、なんか違う馬になってましたよね。馬がなんかもう馬じゃないやつ見るんだと思ってたら、なかなかなんかまた違う馬になって、めちゃくちゃすごい馬だ、なかなか抜けないよね、一回入るてか、もう一頭の馬、あ、そうそう、もう一頭の馬もなんかだいぶ家内な馬でしたけど、はい、先輩でした。はい、ジャレオさん、今日やってみてどうでしたか。いや、夏はね、はい、夏は展示物と関わって踊ったんです、うん、踊ることが多かったんですけど、今度は大きいおばさんとかね、そうそう、大きいおばさんとかね、はい、でも今回は本当に本当のリアルおばさんで、いや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 、もう、あの元園長のおば様だったり、あの、ね、いや元園長のおば様だったり、まあ、あのなんかこう茶舗のおば様だったり、はいはい、ジャラさんも、うん、何、すごいたくさんの女性と一緒に踊りました。今日は今回いい役、僕もあの今回来るずっと女性と踊ってました、ね、今回も、うん、そう、僕は今回はできるだけ十和田の女性とデュオをしたいっていうふうに思ってね、うん、いろいろと、ね、はい、もう男性全く目をくれず、いやいや、男性がね、少ない人任せにしてね、感情と踊ればいいよかった、最後すごい綺麗な踊りだったね、やっぱり綺麗でしたよ。アイナも本当に最初だからできる素晴らしいダンスだったな、うん、まあね、最初の出会いっていうのはやっぱり素晴らしいね、本当に、うん、で、まあまあ野村君はね、どうでした、そういう意味で。僕はですか、思ったより寒くなくて今日は良かったなとね、もう途中で寒くなったらどうしようと思いながら、ドライヤー使って温まるのか。もう暑かったよ、ドライヤー、もう、いや、もう野村君も、ね、野村君も暑かった、はい、うん、では、はい、あの即興で、そうですね、はい、まあ、今日のことを思い返しながら、はい、まあ、感情通りね、もうすぐ風が吹くのよ。でそれなんでかっていうとね、あの箱だから、箱だからまでパーッと、ね、もう本当はこんなの出たくなかった、すごい出たくなかったんだけど、出たらいっぱいやっちゃった、思った以上に喋っちゃう、
私だけじゃなくて、もうずっとね、この話、ずっと断ろうと思って、私も、私もこの恵美子さんも、ずっと断ろうと思って、こんなね、そしたら世の中って、いろんな世界出てきちゃって、そしたらこう、急に、ね、
ちゃまだ子供たちに終わります。